はい、こんにちは。JR 国分寺駅南口にあります、額縁専門店次男画房2代目店主の長谷川です。はい、LINE アットもやってます。こちらのね、QR コード、一時停止、動画一時停止してね、スマートフォンで読み込んでください。そうすると LINE の方からね、額縁に関する問い合わせとかもできます。よろしくお願いします。はい、今日はですね、オリジンというメーカーのですね、BH15F という額縁、手元にありますんで、こちらのね、ちょっと開け方、ちょっとパッと見ね、分かりにくいんで、こういう感じになって、黒いね、留め具で裏蓋がね、閉まってると思うんですけど、これよ、外側にね、スライドさせます。分かってみると単純なんですけどね、パッと見ちょっと分かりにくいんでね、外側にスライドします。あ、止まっちゃったかな、大丈夫かな。そうすると、蓋がね、パカッと開きます。で、大概今アクリルがね、入ってますんで、アクリル、両面に保護のシートが貼ってありますんでね、こちら剥がしていただきますと、透明のアクリル板になります。はい、こちらをね、保護紙を外したらまたフレームの方にセットしていただいて、中に入れたい作品を、どちらか上かしっかり気をつけてね、作品の上下とちゃんと合わせて入れてください。で、先ほど外したものを順番にね、当て紙とか、あと厚み調整のね、あんこみたいなやつ。で、裏蓋。で、先ほど、反対に、今度はね、内側にスライドさせて、閉めます。よいしょ。カチッとね、音がするまで、しっかり、閉めてくださいね。で、あと大体、紐がね、ついてると思いますんで、付属の紐を額縁の方に結ぶ。